こんばんは、10月20日火曜日の夜ですね。今日は外に出てます。なんか開けたところに出てきましたね。ここはさっきの場所とは全然違う。いやちょっと今日はね初めて来たんですけど、ここはどこですか？大井ふ頭中央海浜公園。というわけでね、ちょっと夕日が見れるんじゃないかなと思ってね。あそこも良さそうじゃん。ここもいいけどね、なんか岩場が。こういう岩場がありますけどもね。あそこはなんか船が停泊できる場所もありますね。いやー綺麗ですね。いやー日が沈むね。静かな場所だ。綺麗な夕日を見てさ、魚も活発に動いてますよ。ね、いや天気もね久しぶりにいいからね。いやでも久しぶりだな夕日。それもここは結構いいね。静かだしね、鳥もいっぱいいるし、なんか鳥の観察小屋っていうところもあったしね。猫もいっぱいいるしね。なんか猫に餌あげてるおばちゃんがいましたね。10匹ぐらいはいたんじゃないかな。いや穏やかだ。穏やか。夕日綺麗だな。もうすぐ沈むね。もう沈むな。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。ネッシーかな。ネッシーじゃないかな。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫。この夕日を見たら大丈夫だ。間違いない。本当に大丈夫だから。大丈夫。大丈夫。今日もよく頑張った。お疲れ様でした。大丈夫だよ。絶対大丈夫だから。大丈夫。大丈夫。
丈夫だよ。大丈夫大丈夫。明日も元気に行きましょうよ。大丈夫だから。大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫。あなたは大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫。本当にね、大丈夫だから。ああ、太陽が欠けてきたよ。建物の影にね。大丈夫だよ。大丈夫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 ですよ。大丈夫だからね。大丈夫だよ。大丈夫。また明日も会いましょうね。待ってますよ。約束ですよ。また明日ね。大丈夫だから。大丈夫。大丈夫。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日。おやすみなさい。